1000年頃の新生ローマ帝国内のドイツ王国本校は東フランクとドイツ王国の君主の一覧である。843年のフランク王国分割から1918年のドイツ帝国解体までを含み、また1806年の新生ローマ帝国解体から1871年のドイツ帝国成立までに存在した様々なドイツ連邦の原種も含む、 ドイツを支配する王国、一貫した、正式名称はなく、単に王国と呼ばれるは最初は、フランク王国東部、843年のベルダン条約で分割された部分として始まった。そのため、東部を治めた統治者は自らを、レックス・フランク・オラムと呼び、後にはレックスに短縮した。この王は10世紀後半以降、イタリア王とローマ皇帝を兼ねた。ゲルマン、または、 ゲルマン人の国への言及は時代を下って11世紀、ローマ教皇グレゴリウス7世が、政敵のハインリヒ4世を、レックス・トゥータナコラムと呼び、ローマ帝国外の蛮族扱いしたことが始まりだった。国王は反撃として、レックス・ロマノーラムの称号を用いて、皇帝になる前から統治の普遍性を強調した。この称号は1806年に帝国が消滅するまで続いたが、 1508年以降の選出帝は称号にドイツの王を付け加えた。王国が完全な世襲体制になることはなかった。出自は国王の継承を決める要因の一つに過ぎず、正式にはフランク人の伝統に基づき、領内の大貴族により正式に選出された。やがて選挙権は選定校と呼ばれる諸公に集約されるようになり、 1356年記念直書で選挙の手続きが正式に規定された。中世では国王がローマ教皇によって退官されるまで皇帝の称号を許さない。一般的にはまずイタリアに移動してロンバルディアの鉄王館で退官し、レックスイタリーの称号を獲得する。続いてローマに寄港して教皇により皇帝として退官する。マクシミリアン一世が アー・ウォルター・ロー・ミシャー・カイザーの称号を使用した初の国王であり、彼は1508年にローマへの行進に失敗した後教皇ユリウス2世の許可を得て戦出帝を称した。その後継者のカール5世も1520年に君主として戦出されてから1530年に教皇クレメンス7世によって退官されるまで戦出帝の称号を用いた。 その時代のフェルディナント一世以降は、すべての皇帝が、選出帝であるが、一般的には単に、皇帝と呼ばれる。一方、皇帝の継承者として選出された者は、前任者が存命中に選帝皇によって選出された場合、ローマ人の王の称号を有した。皇帝は、太字、対立王や、幼年の共同統治者はイタリックで記述する。神聖ローマ帝国で使用された。 ローマ人の王の称号はドイツ王と同等とされる。国王はドイツの選定校に選出された後、ローマに向かい、そこで教皇から皇帝として退官する。ありがとうございます。